十日町市の美術館に展示されていた作品2点が修学旅行に来ていた新潟市の中学生に壊されていたことが分かりました。十日町市は新潟市に損害賠償を請求する方針です。光と影が織りなす幻想的な空間、十日町市の越後妻里里山現代美術館モネに展示されていましたが、全損し現在修復は困難な状態です。こちらも里山現代美術館で展示されている作品、仮修復が済み展示を再開しています。修学旅行に来ていた中学生2人が作品を壊したということです。十日町市によりますと、今年4月21日、新潟市内の中学校が修学旅行で美術館を訪問、その際に生徒が作品2点を壊したということです。十日町津南地域では4月29日から第一の芸術祭が開催されています。本来であれば芸術祭を彩っていたはずの作品の破損に十日町市の職員は、ようやくねコロナの方も少しずつ落ち着いてきて、でゴールデンウィーク4月29日から、まあ、皆さんをお迎えしようとした矢先だったので、もう残念の一言ですね。美術館はすでに警察に被害届を出しています。物心ついた時にはもうこういうのがあったんで、はい、昔からずっと馴染みのあるような形ではあるんですけど、何があったのかな、なんでそうなっちゃったのかなっていうのは感じましたけど、はい、まあ、恋だったらちょっとさ悲しいかなっていうところはあります、はい、物の大事さを知らないってことですよね。みんなで教えてやるのが小さい時からのじゃないんですか。作品を所有する十日町市は今後新潟市に修理費用など損害賠償を請求する方針です。これに対して新潟市の教育委員会は十日町市と協議した上で対応していきたいとコメントしています。十日町津南地域では11月13日まで第一の芸術祭が開かれています。十日町市は今後も修学旅行生の受け入れは進めていく一方で、作品を守るため防犯カメラの設置など監視体制を強化していくということです。